朗報、韓国代表ディフェンダーキム・ミンジェというナポリの伝説になりそうな選手。キム・ミンジェ兄さん、リーグ23試合中、22試合スタメン、21試合フル出場、CL 全試合スタメンフル出場。ナポリ、2位と勝ち点17をつけて、マラドーナ以来の33年ぶりのスクデット確定的。リーグ最小失点を支えるキム・ミンジェ兄さんは、リーグ MVP 候補の一人に挙げられるコラ伝説ですわ。ナポリはここから失速してリーグ優勝を逃す。リーグ優勝はインテル。ディフェンダーが MVP 候補ってすごいな。キム・ミンジェはマジで世界一のセンターバックになれそう。そのナポリのスターだったクリバリがプレミアでゴミなのに。クリバリってこないだのワールドカップで見たな。あいつでも厳しいんか。セリエでそこそこだったリュディガーはチェルシーでどうだった。セリエで大したことなかった冨安がここでも一時期持ち上げられてたんだから、キム・ミンジェなら余裕だろ。ナポリで一番値段がつくのはキム兄じゃなくてクバラツヘリアだろうな。アーノルド・フルボッコ・フレンズとしてミトマとは仲良くできるだろう。キム・ミンジェはマジでナポリの英雄状態らしいな。キム・ミンジェってやつ初耳だわ。イタリアで許されたんか。てか韓国人ってイタリアでプレイするの許されたんだ。俺もそっちが気になったわ。日本人のふりしてたんじゃね。デキンがね、東洋の嘘だから。スペインなんて翌年からいた。許すも許さないも最初から八百長とかなん癖つけてるの世界で日本人だけだぞ。イタリアで思いっきり言われてるがな。 YouTube 見てこいよ。